ドイツでで開発運用された降砲であるツビリングとは双子を意味し、本砲は12.8センチメートルフラック40を2門連結した連装降車砲である。用途は大都市防空用の固定式降車砲であり、高さ40メートルから50メートルのフラックトゥルムの屋上に本砲を設置し、360度の射界を得て砲撃した。砲撃に際しては、 レーダー、完成機材を備えた別の塔からの射撃データによって連動した。開発は、ハノマーク社による。当初の故障は44式機材であった。開発着手は1930年代末であり、試作法の完成は1940年であった。本法の運用は、最初から固定式に用いることを意図しており、運搬は考慮しなかった。 1941年末に正式化が決定、1942年春に初の配備がなされた。場所はベルリンの校舎砲塔である。毎分20発以上を打ち上げることができたが、費用も高く、1機の建造に20万2000、ライヒスマルクを要した。創生算数は38問、または34問との説がある。 本砲は 12.8cm フラック40の機構をほぼそのまま用いている。円形の台座上に砲画と砲が乗せられており、動力により全周旋回し、不行はプラス87度、マイナス3度まで可能である。新設計の砲画に方針を並列した。ただし、自動装填装置の配置が、並列化によって干渉するため、 右方の装填装置を左側から右側へ移設している。このため右方の褒美ブロックは上下180度反転して装着された。方向径は 128mm、方針長 7490mm、ライフリングは40本である。方針上部に、またザキ方針下方の揺らかに中退機が収容されている。 方針を挟んで2本の油圧式平行機が装備されている。また、駆動用ギアボックスが、砲が全部に設けられている。本砲は、動力旋回で、手動ハンドルはない。汚染は、半自動水平左線である。砲尾ブロック上部のレバーを引くと鎖線が開かれ、装填可能状態となる。弾薬が装填されると、自動的に、鎖線が閉鎖される。 射撃後にレバーを操作する特鎖線が開き、空薬莢が自動的に排出される。右方、左方にはそれぞれ方外側に回転式の自動装填装置がついており、トレーに砲手が弾薬を乗せ、装填時には装填位置へ、装填装置が倒れ込み、自動的に薬室へ砲弾を同りした。 装填装置のさらに外側に、新管調整装置が装備されており、これに砲弾を乗せ、弾頭部を調整装置へ収めて、自動的に新管調整を行った。この時に用いる敵機の高度、速度などの未来一の諸元は、中央管制装置から電気信号で送られてくるものである。新管調整後、速やかに砲弾を装填トレーに移し替えることができた。 装填手、砲手とも、砲賀に付属した足場に乗り、砲と同時に旋回して、作業に専念できた。128mm 砲弾の人力による連続装填は非常な重労働であり、また 45.5kg の重量物を、立った砲美薬室へ装填するのは取り落としたりする、危険があった。行角50度以上の人力装填は禁止されていた。射撃すると、 重量 26kg の弾頭を初速秒速 880m で射出した。有効射程は 1675m。最大到達高度は 14800m。水平射撃時には 2475m である。発射速度は毎分20発以上だった。方針名数は1000発から2000発である。爆撃機の群れを一度迎撃すると、 方針交換のため、校舎方塔の屋上まで、長大な予備方針を運ぶ必要が生じた。本法の操作、球団、砲撃には22名を要した。巨大な砲がの右側に旋回担当の砲手、左側に、不業担当の砲手を配する。砲が右側全部の砲手は、電気式の表示機のデータで砲を旋回させた。要因配置は砲長が1名、不業担当砲手。 戦会担当砲手2名の総填守、2名の総天助手、1名の電装パネル操作手、他は14名全員が弾薬運搬手である。校舎砲塔に配備されたものの、設置場所が少なく固定式のために、校舎の機械は数十回程度と少なかった。ベルリンに据え放されたものは、ソ連赤軍の戦車と砲撃戦を行った。不覚が、 マイナス3度と浅いために、距離を測定した上で髪型から砲弾が落下する形で射撃した。ハンブルクの校舎砲塔上に設置された12.8センチメートルフラック40ツビリング。ありがとうございます。